駅舎ホーム駅名標交換前の五反田方面駅舎、千鳥町駅は東京都大田区千鳥1丁目にある東急電鉄池上線の駅である。駅番号は IK12。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。以前は池上線では唯一の古線橋を持つ駅であったが、下り線ホーム側に駅舎、改札が増設された際に古線橋が撤去された結果、 上下線で、駅舎、改札が別となり、改札内でのホーム間移動は、不可能となった。サービスマネージャー導入駅のため、蒲田駅から遠隔監視している。2020年度の1日平均乗降人員は12,216人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。開業当時の駅名である、境内グラウンドとは、 東京府江原郡、矢口村付近にあった、慶応義塾大学に行った運動場のことで、運動場の最寄り駅として設置されたのが由来。設置当初は、東京六大学野球などが開催された場合のみに、営業した臨時駅であったが、後に、正式な駅に昇格した。なお、運動場跡地は、同巡会に売却された。現役名の千鳥町は、 解消された当時の地名に由来する、ありがとうございます。